リンカーン中村です。さあ、今回はですね、話題の転換アプリ7から使ってみるというテーマでお話をしていきます。今、転換業界の中で非常に大きな話題になっているアプリがあります。それが7からというアプリです。でもこの7からとは一体何なのか、まあ、簡単に言うとですね、転換発作の記録アプリになります。この7からを使うことによって、発作の時間を記録できたり、発作を動画に収めたり、治療に使う薬などを簡単に記録できたりします。このアプリがですね、2020年3月20日、にリリースされました。ここで皆さん、転換を治療する上で大切なことというのは何でしょうか？まあ、これをすることによって転換の治療が進んでいく、そういうものがあります。それは、記録をするということです。いつ、どこで、どんな発作が出たのか、どの薬をどのくらい飲んでいるのか、こういったことを記録することによって、どんな転換なのかが分かっていきます。そして、治療方針が決まっていきます。しかし、いざという時はですね、対応に追われてしまって、正確なデータを取るというのは難しいです。目の前に、発作を起こしている友達や家族がいる中で、発作の時間を記録するためにタイマーを取り出したり、どんな発作かをメモするためにノートを取り出したり、そのように落ち着いて行動をするのはなかなか難しいと思います。ただそんな時でもですね、この7からというアプリを使うことによって、正確に記録することができるんです。7からのですね、紹介の文章をここで紹介したいと思います。欲しかったのはちょっとした時間とつながり。転換には毎日の記録がとても重要な治療の一つですが、気づけば発作のケア、日々の投薬記録、症状記録、診断記録と向き合うだけの毎日なんてことも、家族と目を見て話す時間、何気ない時間、そして自分の時間、そんな些細なちょっとしたをサポートしてほしい、サポートしたい、さらにこれからの未来の患者さんに情報を提供して活用してもらいたい、そんな転換患者と家族の願いや思いから開発したアプリが7からです。私たちのちょっとしたが転換の未来を変えるかもしれません。転換とともに生きていくために患者と家族、自分たちでアプリを作っています。このように素敵な紹介文章がありました。この7からを開発したのが転換患者と家族会、転換専門医で構成されているサチプロジェクトの皆さん、そして IT ベンチャーで活躍するノックオンザドア株式会社の皆さんの共同で開発がされました。アプリのリリースに至るまで2年間にわたって100家族以上に聞いてアプリを開発したそうです。発作が起きたらすぐに記録を取りたい、家族と情報を共有したい、そのようないろいろな声を反映させたアプリになっています。実際僕もですね、インストールして使ってみました。まあ、転換のアプリというとですね、エミリーだったり、エピダイアリーだったりですね、あるんですけども、まあ、7からはですね、非常に直感的に使えて記録しやすいアプリだなという印象を持ちました。転換発作の記録の管理という面でですね、ほんと群を抜いて使いやすいんじゃないかなと思います。なので、転換の子供がいるというご家族の方には非常におすすめなアプリになります。では、7からどのように使えばいいのか。ここからですね、実際に使いながら紹介していきたいと思います。このチャンネルでは他にも転換の人を支える技術やサービスなどを紹介しておりますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。まずですね、スマートフォンで7からのアプリをインストールします。インストールが終わると、非常にこう、7色の可愛らしいですね、ロゴのマークのアプリがインストールされますので、まずタップします。でタップすると、新規登録、ログインとあるので、会員登録が済んでない人は新規登録をします。で、まあ、利用規約もですね、ざっと一通り読みまして、一通り目を通しまして、で、同意をします。そうすると、電話番号の入力、パスワードの入力画面が出てきます。メールアドレスでも登録することは可能みたいですね。で、ここで入力していきます。入力が終わると、確認コードを送信しましたと来るので、ショートメッセージやメールに届いている確認コードを入力します。続いて、お子様情報登録と出てくるので、転換を持っているお子さんの情報を入力していきます。はい。このような形で入力していきます。続いて、お子様の症状名を登録していきます。症状名と押すといろんなのが出てきますね。今回は、僕が持っている若年ミオクリン転換を登録していきます。で、抗転換薬。これもいろいろ薬の種類がありますね。デパケンを飲んでいるのでデパケンを選択していきます。発作の種類記録ショートカット、よく起きる発作をワンタップで記録できるように設定できます。例えばミオクロニ発作、全身痙攣、このような形で入力していきます。で、ユーザー情報の登録、関係はまあパパしておきますかね。これで登録が完了です。カメラへのアクセスを求めています。発作動画の設定のためにカメラを利用しますと。OK。
マイクのアクセスを求めています。ホスト動画の音声記録のためにマイクを利用します。OK。これで登録が完了で、もうすぐに使うことができます。で開くとわかるんですけども、下にですね、発作時間を記録中という数字が出ています。でこのアプリはですね、もう立ち上げた瞬間から、もう時間を記録するように設定されているんです。なので、発作が出たタイミングで、この7からのアプリをタップするだけでもう発作の時間が記録されることになるんです。で動画を撮りたい時であれば、動画付きで発作を記録するを押すと、カメラが起動されて動画を撮影することが可能になります。本当にこう直感的に使えて分かりやすい、そういうアプリになってます。なので転換の差が起きた時には、この7からのアプリを1回タップしておくだけでもう記録が取れるので、あとは対応に集中するということが可能です。はい、そんな感じで転換の記録アプリ、7からの使い方を簡単に紹介させていただきました。これからですね、他の機能も追加されるようなので、その辺も楽しみにしていきたいなというふうに思います。そして公式のツイッターも行っていて、情報をそちらで発信しているようなので、ぜひチェックしてみてください。そして最後にですね、この開発者の思いというのも、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。7からのアプリを作成にあたる発起人がですね、本田香織さんという方です。先ほど紹介した、サチプロジェクトの方でもあって、ウエスト症候群患者家族会の会長でもあります。この本田さん実際ですね、難治転換の娘さんをずっと介護してきたそうです。その中で困ったことや、助けて欲しかったことをアプリに凝縮したそうです。難病や障害のある子供とその家族にもっと笑顔と希望を届けたい。そのような思いを持って活動を行っているそうです。僕自身も転換になって辛い思いや苦しい経験をたくさんしてきました。でも転換を持っている人に同じ経験をしてほしくないという思いからこういう情報発信などをしております。なのでこの本田さんの思いには僕自身すごい胸が打たれました。そしてそのような思いを持って行動に移すことによって世界の誰かを救うことができるんです。そんな本田さんの思いと転換患者の100以上の家族の思いが詰まったアプリ、7からぜひ使ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画を撮るにあたって参考にさせていただいたものはまた URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。